リ485-014号機、シュピーツ駅リ485-008号機を先頭とした従連が貨物列車を牽引。BLS カーゴリ485系電気機関車は、スイス最大の私鉄である、BLS レッチュベルク鉄道及びその後ろ身である、BLSAG の貨物輸送部門である、BLS カーゴで使用されている電気機関車である。 アルプスコイルートの一つであるレッチュベルクルートを用する BLS レッチュベルク鉄道の貨物輸送部門である BLS カーゴではロック2000シリーズでスイス連邦鉄道のリ460系の改良系であるリ465系18両の後継となるドイツ乗り入れ可能な貨物容器を探していたが欧州の各国で機関車の相互乗り入れが可能になりやんかな 複数国体大きが大量生産される見込みとなったことから、これらの中からボンバルディアトランスポーテーションがドイツ鉄道の貨物輸送部門であり、後にレイディオンを経て DB シェンカーとなる DB カーゴの185.1型として開発したトラックスシリーズのトラックス1プラットフォームを使用した K140AC1 型をスイスジョイル仕様とした機体を選定したものが本機である。 今機は、スイス国鉄の貨物輸送部門である、SBB カーゴのリ482.1型と、同型のリ485型として2002年と2004年に重量ずつが発注され、それぞれ2002年12月から2003年5月に、かけてと2004年の6月から12月にかけて、合計20両が導入されたもので、ボボの車軸配置及び、 VVVF インバータ制御による27パーミルで650トンの列車を、牽引可能な最大 300KN の牽引力と、ドイツ、オーストリア、スイスの3カ国に対応できる各種装備を持つ。なお、車体、機械部分、台車、電気部分、手電動機の製造はすべてボンバルディア、トランスポーテーションが担当している。各機体の基板、UIC 基板と機体名、 成番、使用開始年月日は、以下の通り。同系の DB シェンカーのスイス上入り対応機185093号機の運転台同系の DB シェンカーのスイス上入り対応機185093号機の、機器室内同系のリース機185525号機の、台車ドイツのマンハイムに停車中のリ425006。 号機エンジェルトレーンズカーゴのリースキ185577号機との従連が貨物列車を牽引。ありがとうございます。